こんにちは、山本道場の山本誠二です。さて、今回は、トラックマンを使って、実際どれぐらいの数字が出てるか、これをね、こんにちは、山本道場の山本誠二です。さて、今回の動画はですね、まあいつも気になっている逸木選手のドライバーの飛距離、それからまあちょっとアイアンのね、飛距離を本物のコースで、そして本物のボールで測定してみたいと思います。それではどうぞ。280とかいかんかね。まだレクシー・トンプソンには勝たれへんね。普通に226、トータル255。え、ちょっと待って、レクシー・トンプソンってトータル280やんな。ちょっとスピンレートは多いな。3772、今スピンちょっと多いな。とにかく上体が伸びてしまうと絶対打たれへんで、左肩止めて上体止めない。キャリー228、トータル258、スピンレート2169、いいでしょう。止めません。カートには角の崖をやめて、カート道や。カート道上がった。おお、だいぶ良くなってきたな。これはいったで。キャリー226、トータル260。今の一番いいな。これもいい球になってきた。これもいい球になってきた。これもいい球になってきた。キャリー229、トータル263。この2球はいいな。この2球だいぶ。やっぱ肩回ってへんよ。左肩止まったままよ。これはもう無理や。本当に完全に当たらんかったな、今。よかった。これとあかんな。状態が、状態で下ろしてきたときはもう全然あかん。状態置いといて、反対の動きで打たない。そうやね、飛ばしたくなって。
まっすぐ。ほんならあと4球も全部ドライバーでいいから、ほんならちょっとあのラウンドに使うあれでいって、いわゆる置きに行きやね。いや、もうええわよ。あの、十分データ取れたから。普通に、そうそうそう。コース回る。はい、パターン。あとよ。ね、これ数値こっちの方がいいのよね。何ぼやったん？いやいや、もう全然、まあ、全然だから225の100、258だ。全然変わらへん。これ多分言うこと聞かんと思った。いやいやいや、今のはちょっと